天皇陛下の祖母に当たる香淳皇后の命日の今日、天皇皇后両陛下や皇族方は香淳皇后例祭の儀に臨まれました。皇居の宮中三殿では陛下の祖母で上皇さまの母に当たる香淳皇后をしのぶ例祭の儀が行われ、両陛下は装束姿で拝礼され、秋篠宮ご夫妻や次女の佳子さまなど皇族方も参列されました。一方、東京・八王子市にある武蔵陵墓地でも三陵例祭の儀が行われ、秋篠宮家の長女・眞子さまが皇族代表として参列されました。淡いグレーの参拝服姿の眞子さまは香淳皇后の眠る陵墓へと進み、深く拝礼されました。眞子さまの皇居やお住まいの宮邸以外での公的な活動は今年1月、昭和天皇の命日に武蔵陵墓地を参拝されて以来およそ5ヶ月ぶりです。